ひまわりネットワークのゼロから始めるケーブルスマホ講座。みなさんこんにちは。ひまわりネットワークスマホ PC 教室講師のヨンです。今日はこのアコースを使って LINE の音声通話、ビデオ通話をやってみます。LINE でよく電話をかけるって言いますよね。 LINE で電話をすると Wi-Fi を使って電話をすると電話代が別途かからないんですね。これはとっても嬉しいところで、なので長電話にも安心ですね。さあかけてみましょう。 LINE をタップして、そして相手を選びます。ここからですよ。右上のところに受話器のボタンがあります。この受話器のボタンをタップすると音声通話、ビデオ通話と出てきます。左側の音声通話、ここをタップするともう電話がかかります。かけてみます。さあ今かけてますよ電話。相手のひまわり太郎さんが電話に出ると、もしもし、あ、今つながりました。こんな感じで簡単につながるんですね。そして電話を切るときです。切るときもここにバツがありますから、そのままバツをして電話を切ることができます。これが電話のかけ方ですね。次に電話の受け方です。さあ LINE で電話がかかってくるとどんな風になるんでしょうかね。さあ電話がかかってきました。さあ慌てないで下のボタンを見ていきます。下の部分に緑のボタンがありますね。この緑のボタンは押すではなくて、右側に矢印がついてますから右側に押しながらスライドしてあげてください。ゆっくりスライドすると、これで電話を取ることができるんですね。ここが注意点です。そして電話を切るときはいつものようにバツで切ります。次にビデオ通話です。最近はオンラインとかリモートとかよく聞きますよね。このビデオ通話、要するにテレビ電話みたいなものですね。意外と簡単にできるんですよ。やってみましょう。右上の先ほどの電話をかける受話器のボタンから入ります。受話器のボタンを押すと右上にビデオ通話、ここにあるんですね。タップしてみます。さあ相手を呼びに行ってますよ。電話がかかると、つながると下の部分に相手が映ります。そして左上の部分には自分自身、私の顔が映ることになるんですね。そしておしゃべりしている時なんですが、相手の顔が見えるんですけども、実は中で軽くタップすると下にいろんなボタンが出てきます。このいろんなボタンは時間が経つと消えてしまうんですね。もう一度タップしてあげて見ていきます。さあここの左側のところにはマイクのボタンがあります。このマイクの部分に手が触れてしまってマイクがオフになると、これで私の声は向こうに届かなくなってしまうんですね。なので意外と皆さん持ってる時に手が触れたりしますから、これは気をつけてあげてください。もし相手の方が声が聞こえないよっていうふうであれば、このマイクをもう一度押してオンにしてあげてください。そして電話を切るポイントです。電話、ビデオ通話を切る時もこの状態から普通にホームのボタンを押して切ってしまう場合があるんですが、そうしてしまうと電話はずっとつながった状態になってしまうんですね。なので必ずビデオ通話切るときは中でタップして、この赤いボタンでしっかり電話を切ってください。こうすることによってビデオ通話をきちんと終わることができるんですね。さあ一般的に最近はよくやっているオンライン、リモートというものなんですが、皆さんもこんな形で簡単にビデオ通話することができます。遠く離れた家族の方やお孫さんなんかとビデオ通話、お顔が見えるとすごく嬉しいですからね。ぜひ皆さんも試してみてください。